りんご糸皆さん書いてますかどうも大戸吉ですえー、っと先日6月15日にフジテレビで、えー、放送されましたいただきハイジャンプ皆さんご覧いただきましたでしょうかえっとねツイッターで告知をしたところ平成ジャンプのファンから大変多くのリツイートをいただきましたありがとうございます えー、目的はね、私ではないのは分かっているんですけども、えー、久しぶりにまあ100を超えるリツイートをいただきまして、えー、と朝起きたらびっくりしておりました。あのー、こういったねあの番組に出ると、まあ、一般の知らない方でもこう見てもらえる機会ができるというのはね、大変ありがたいなと思います。 まあ、あの出番としてはね、まあ、私それほど多くはなかったし書、まあ、いてるシーンがね一個も出なかったとは思うんですけども一応番組の撮影では書いています一度書いていてあのゴールデンブングで、えー、羊毛を使った筆で書いているはずです120万の筆かなあのすごく長い重宝ですけどもあのー。 まあ私のような小さな字を普段書く人やうんあと金の人なんかは大きな筆ってあまり使うことがないので、まああいった高級な筆っていうか高額な筆っていうのはなかなかねあの書く機会がないんですよで、まあ、別の動画でも紹介してますけど私が持ってる高額の筆でも3万5000円なので えー、まあ同じねあの羊毛なんですけどもまあ実際にね初夏さんが実用で使うレベルの筆っていうのはまあせいぜい10万ぐらいではないかなと思いますで特に小筆なんかはね本当に安い筆を使い捨てているというイメージの方もいますあの小筆はどうしても穂先が削れていくので、えー、まあ何て言いますね消耗品だと思って買い替えてます、まあ、いううちのうどい書道教室でも 筆は、まあ、ある程度消耗品だという理解をしております。まあ、1本5000円ほどですが、あまあ、高いといえば高いですね。はい。でもね、もう、すっごい一生懸命洗っても、割れるときは割れるんですよ。で、まあ、たい1年半から2年でダメになるので、まあ、ちょっと早いような気もしますけども、あのー、まあ、買い替えるタイミングかなと思って、買い替えていただいている方が多いですかね。 長いとね、4年、5年持つんですけども、なかなか筆持たないという,う結果です。まあ、ちょっと雑談が、ちょっと雑談がね、多かったですけども、えー、まあ、その、平成ジャンプさんのおでもね、あの大きな筆でこう、ドーン、ドーンと書く、うね、書き方を見て、まあ、書道パフォーマンスなんか、高校生なんか見てるから、知っているかもしれないんですけども、最近の流行としては、 あの大きな筆でどんどんとこう書くっていうのが流行りです。まあ流行りと言っていいのかどうかわかんないですけど、これはまあ書道業界でもあのー、古い先生方とかすごくその古典に立脚して書を書かれている方からすると,とちょっとこうんなんだかなと思ってる方もいるのではないかなと思うんですよね。あのー、正直ね大きな筆ってコントロールが難しいんですよ。 なので、えー、まあ、表現は悪いですけど、誰が描いても一緒になっちゃうんで、大きな筆で描くよりも、やはり小さな筆で描く方が技術の差は出やすいと思います。あの大きな筆で描く技術もあるんですけどね、あの小さな筆で描く方が、あのちょっとその、何て言うんですかね、特徴が出やすいというんですかね、あの筆のコントロールが効くので、 その人の味わいがより楽しめるというか、まあ、そういうふうな考え方をしてもらえればいいかなと思いますはい今回はね2020年大河ドラマ「キリンが来る」の大事いわゆるタイトルデザインが発表されたので、えー、ちょっとね時事ネタで申し訳ないんですが語ってみようかなと思いますで今回発表された大事がこちらですね「はいはい、キリンが来る」です えー、まあ NHK の「大河ドラマの大事」って言えばね書家にとってはとっても憧れる大事だったんですねもう大事だったと言っていいかもしれませんもう本当にこれをやるのは一流の方でみたいなイメージがありましたけどねこれ書 書道業界というか書家の方からするとこれもう最近はねモヤ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 してると思うんです。ねえモヤモヤしてると思うんです。一方一般の人はわ斬新だな新しいなっていうふうに思うかもしれないしあこれが今あの一流の書家なんだと思うかもしれませんが、あのー、私はねこの本流の書道業界とはちょっとまだ別のとこにいるので、えー、まあなんていうのお互い普 うん、両方の気持ちがわからんでもないなあという思いなんですよね。あのー、まあ例えば、えー、今回の大事に関してまあ意見を発信されてる人っていうのはまあ何人かいるんですけどもまあ残念ながらね有名な方で Twitter とかね SNS やってる方いないんですよ。<laughs> みんなご高齢なんで皆さんのおじいちゃんとかが。 ツイッターでつねやっぱ若手あまあ若手40代から50代ぐらいまで、まあ、50代若手なんですよあの <laughs> の方ぐらいで、まあ、つぶやいてる方もまあ少ないので、まあ、ちょっと有名な人でちょっと見つけてきたのはこちらですねはいえー、森先生えー、まあ富山にいらっしゃる方なんですけどもね森先生こんなこと書いてます毎回思うんだけど食家による大事 のの舞台ななんじゃないのもっと本気で書こうよ。ちなみに横尾さん「天のアバン」ギャルド感は最高って書いててますね天っていう今の大河ドラマのゴシック体は褒めているんですけどもお今回の,そのキリンには、えー、あんまり興味がないというかあんまり良い評価をしていないようですね。 はい、でちょっとこれ下に行くとね、あのー、まだじゅうじゅうじゅうと書いてるんですけどこの辺に行こう、あのー、でその前日につぶいてるのが雑に書いて勢いが出る手のとてんてんてんとね、えー、これはまあその後一般の方一般の方なのかちょっと分かんないですけどタイミング的にここにつながるとは奇遇というかなんというか 水戸公文、大アバ暴れん坊将軍、必殺仕事人などの風格に比べると足元にも及ばない。書いた本人もこんなのが番組や自身の顔にもなることを素直に喜べるんだろうか。と書いてるんです。結構これ、結構書いてますよね。森さんのね、おっしゃってること、本当わかるんですよ。あのー、わかるんですよ。 うーんただこれ森さんこれ書いたら NHK から大事来なくなるんじゃないかと思ったりね森さんもね若手ではね有名な方なんでね過去の NHK の大河ドラマの大事を書いた人とその人の書道の省歴を調べている一覧表があるんですけどもあブログ欄ここの下に貼っときますねあ,のあるんですけども従来の書道団体に所属している人が NHK の「大河ドラマ」はほとんど書いてないんですね、もう近年。近年って結構前からもう書いてないんですよ。日本の最高の最高峰の書家が書くと思ってるじゃないですか、ね。ただ、日本の最高峰ってどこなんだっていうと、日展を中心とした書道業界になるんですが、ただ、それって一枚岩じゃなくて、まあ、日展に参加してない人たちもいるんですよ。 あの相撲のように相撲協会があってねその中でトップを決めてるっていうんじゃなくてどっちかといえばプロレスに近いんですよね。まあ大きな団体で言うとねプロレスで言うと新日があってノアザ全日とか DDT とかあるんですけどもうちょっと分かんないですよねドラゴンゲートとかね分かんなくなってくると思うんですけどあってその中でまあ 「新日」と「全日」と「ノアぐらいを含んでるのがまああの何、ー、ですか日展とか「毎日」とか読売なんですよで、えー、DDT からずっと選ばれてるっていうイメージ <laughs> DDT 分かんないね <laughs> あのー、ちょっとこのうん従来の考え方とは違う、うん ストーリーリを歩んんでできた方が選ばれてるんですよねなので賞歴を持ってる方はいないからまあこれがまあ問題だという方もいるし、えーまあ、ビジネスの視点からすると自分たちの団体をとか自分たちの,その考え方に不一致なものを否定するという風に捉える方もいるとは思うんですよ。まあ、ただねあのー これももそうででないんですよこのその選今大河で選んでる方々が、まあ、私の視点から見ても結構カジュアルなんですよ。結構カジュアルで従来の年初夏とすると NHK 大河って公式の場なんですよ。だからさっきあの森,森さんが書いてたように、あのー、自分の顔にもなる作品であって。 という表現をしたり晴れの舞台なんじゃないのって書いてあったりするのはそこなんですよね。もうこれね NHK の大会を出したらもうこれを超える大事を書くことがもう難しいんですよ。わかりますかもうこれを超える日本の国内でこれを超える大事はないんです。なんでかというと NHK という公共放送が日本国内なあの,のみならず全世界に、ね、毎週45分間タイトルを 使ってくれるわけです受信料かをもらっている大企業ですよ7000億円の売り上げがある大企業が毎週45分がロッシュしてくれるわけですよまあ45分ずっと出てるわけじゃないですけどねもうすごいロッシュなんですもうこれを超えるものがないんですだからねまあ実質最高峰になるわけですよだからそこってちゃんとした人を出してよっていう人がまあまあいるのは分かってよ分か,分かっててっていうか皆さん分かってくださいよ ね、でももう一方では NHK さんとしては多分こう新しい息吹を入れたいっていうふうに思ってこう新しいところを採用していくわけですよだからねここはねギャップあるんですよね一方で、ね、私の目線から見てもうー何だろうなと思うのはあるんですよね 例えば、今回この森先生が書いてくれてる雑に書いて勢いが出るっていう表現ね、ね忘れ度合いとかその墨のちりっていうの、あのび、びちゃびちゃ飛んでるでしょ、飛んでるっていう表現よく言うかどうか分かんないけど、それが気に入らないのかなとか思ったりするんですよちょ。知らないですよ、俺は本人聞いてないから。な <laughs> んですけど、なので、ちょっとね、今回ね、僕ね、それね、 ちょっと検証ししてみました、あのー、画面上でこのかすれとかあのビャービャーっとこうついたのを撮ってみましたね画面上でデジタルでこれでちょっと皆さん見比べてみましょうよね余分なものを消していきますよこういう。 はいではこうやって綺麗いになったので比較してみましょうかねはいこんな感じですねどうですかねえー、っと比較してみるとやっぱり下の方がすっきりして見やすいですよね 僕はこっちの方がいいですけどね、かすれって外国人の方とかね、嫌がるんですけど、かすれっていうのが非常に大きな効果を出しているので、逆に言えば、かすれがなかった場合、どうなっているのかをちょっと見ていきたいと思います。はい、では今度は、えっと、かすれを取り除くというか、かすれをへ、えー、なくしていく作業です、えーっと。もう私は簡易的にしかやれないので、えー すみません、ね、いいソフトがないのでとっても簡易的。こんな感じで一応かすれを結構削ってみました。 比較してみましまはい ABC であの名前も付けてみたので A が原本で B がこの A のこういった汚れを取ったものですね、はい、で C がさらにこのかすれ結構対応されているかすれを減らしたものですだいぶ減っていると思いますけどね でこうしたものですねちょっとしたことでね印象がだいぶ変わるんですよね荒々しさがあるのはえっ、ー、と A になると思うんですよで読みやすさで言うと多分ね B か C ででうーんまあ一般向けも考えると B が良いかなと思うんですけどね ここまで多いと汚いって思っちゃうかな逆にせっかくこういうふうに汚してるところが活かせてないと思うんですよねあこの辺りねこの辺りだけこれどこからだ たかなあまああっても確かにここのここの羽がまあまあちょっとインパクトあるからこれはつけたとしてもこんな感じまあこのくらいですよねあってもうんかなと思いますあのー、視聴者の皆さんはどう思いましたかねはい はい、どうでしたえー、っと原本があって A が原本で、えーまあ、汚れを取り中取り中というか、まあ、これぐらい汚すのはいいんじゃないのぐらいなねちょっとこうあのを、ー、残したもので本当に B ダッシュは汚れを完全に取り切ったもの,あの汚れって言ってていいんかな <laughs>、あのー、で、あのー、もうかすれもちょっとこう切っちゃおう。 というね感じのものもででやってみましたでこの ABB'C で見比べた時にだいぶ印象違うと思うんですよねでこうなってくると B が評価高いかもしれないなぁと、まあ、思うな今見てもやっぱりこう思うかなでも B か B' 僕は、まあ、C でもいいかなと思うんですけどねあの C でもまだかすれ残ってますから やっぱそう思うとね、うん、これ A はこれ勢いつけすぎかもなって思うんですよね。まあ、皆さんどうなんでしょう。はいまあ、こういうふうにね、あのー、検証してみたわけですけどもえー、ね大河の,の大事は。 本当に毎回賛否があります。はい、まあ、むしろ、ね、賛否が起こるぐらいのものを出せれば、もうそれは NHK さんのねもう勝ちなんですけども、あのー、私はねちょっとね思うのは、これ言っていいんかな、俺、俺、NHK の大事書きたいけどな、僕、あんまり大河というよりも朝ドラだと思うんですよね朝ドラね。 もらいたいなぁと思うからあんまり言いたくないんですけどあのー、あんまそうだな NHK の大事なぁいやあのねそのすごい表現悪いんですけどその書の評価が高い人をね ピックアップしてこう売,り売り出すっつうのなんていうのこうプッシュしてあげるんが分かるんですよ。分かるんですよ。でもプッシュしたい人を決めてその中に書が上手い人がいたと。じゃあお前書道なお前特撮なお前アイドルなみたいな中の書でやった方を じゃあ今度は事務所が押しますよと。ね事務所が押しますよ。もしかしたら3年に1回ぐらいそういう事務所枠があるのかもしれない。3年に1回ぐらいね。で、3年に1回の事務所枠に今年は何とか事務所の何とかさんを入れましょうというふうになってたりすると公共放送としてそれはどうなのかというのは思わんでもないですよ。ただこれ <laughs>。 まあ、自分の首を絞めることにもなるんですけどじゃあそのヒエラルキーに入らなきゃいけないのかっていうとそれはそれでまだ違うよねってなりますよねだから僕ねすごいねこの間なんですよね間でこういやだからといって今の漢文をあの今の漢文や仮名を書かないとなんかこう上に上がれないみたいな書道業界どうなるのよとかね謝礼金の問題とかまだいっぱいありますよ い、まあ、いっぱいあります問題がねそこから吸い上げるよりは新しいところをこうやってやってそこから新しい文化が生まれればいいんじゃないかっていう意見も意見というかまあ僕はその考えもあるわけですただまあ <laughs> どっち早いねんってなりますけどあの従来の書道からまあ,あもらった技術というかこう学ぶことはかなりあるので まあそこをあまりないがしろにしてしまううんないがしろしてしまうとうん賞味期限が短い賞になっちゃうかなと思うんですよねえうん難しいとこなんですよこれいやだから僕は森さんが言ってるような意見は分かる分かるからちょっと今回具体的に検証してみました で検証してみた結果、皆さんどうでしたかと。コメント欄に書いてくださいよ、感想があったらね。皆さんどうでしたかと。まあ、一つ言えるのは、賛否を起こさなきゃいけない。ね、賛否を起こさなきゃいけないから、あのー、賛否あっていいんですよで。賛否あって、賛成派ばっかりじゃなくて否定派があったら否定派の意見が出るじゃないですか、例えばこうやってネットにね。で見てあ、そういう意見もあるんだ、じゃあ、どうしたら。 そのこういう人たちに納得してもらえる作品が作れるんだろうかっていう考え方もあるしもうお前ら知らんがなと勝手にやっとれとね勝手にやってわしらわしらの世界行くんやというのもありなんですよ。これねほんとバランスなんですよね。従来の書道のことばっかりやってるとまあ出てこれなかったわけですよ彼女や NHK の大河の大事を書いてる人はね NHK の方は見つけてくれたわけですから。そういうい意味では チャンスをもらっているのでまあ本当に日本の書道文化に貢献していただいて、えー、まあ私もあの乗っけてくださいっていう <laughs> ところにな,なるわけですけどね E タレでね教育番組を持ってたりするじゃないですか NHK の教育番組持ってるからそれでやっぱりその書道の教育をしているのに 採用するタイトルはその教えたことと全く違うものが出てるとかねそれはちょっとおかしいよねってなるような気もするしね多分部門が違うんだと思うんですよー、e、テレ部門とその大河は多分大河になってくると芸能人をいっぱい使うので、えー、広告代理店も入ってるんでしょう 僕代理店が入るということは芸能事務所が関わってきてそのゲームの事務所の推しが出てくるわけですよ。ね。それがあるとなかなか中立に選べないのかもしれないな。ということであのチャンネル登録、あと高評価、ね、あの下のこれボタンねあの、よろしくお願いします、えー。チャンネル登録者数が減ったり増えたり、えー、しておりますが、まあ、めげずに頑張っていきたいと思います。 Weo is a Japanese calligraphy style for people who want to write Japanese all over the world. Please register my channel.